ではガルコレいきます。これ6番車だったじゃないですか。最初からなんか考えてたことあるんですか？車番的には外になる。そうですね、外の車番だから多分前の方は取れないと思ったんで、うん、まあ、もう一番後ろか6番手か、うん、そのくらい後ろ攻めだなと思います。もう行く気だぞとかそういうところまではそんなに考えてない、うん、まあ、動く人がいると思ったんで、まあ、後ろでも、うん、あの流れに乗ってければ、うん、あの勝負どころではいいところにいられるのかなと思います。5-4なってスタート。まずは前を取り合います。やっぱり外通りの感じですか？そうですね、多分何人か前取り入れたと思うんで、もう出遅れてたら内側行こうと思って。マイマイが前取ったのは何人か前取れるんだったら私も前取れる。あれと思いました。思いました。あれ7番も前取れたなみたいな。そうですよね、田中選手が前ですもん。早かったですね。でも多分勢いが良かったんで、最初から多分前取る気だったんです。みんなちょっと他の人たちは様子見みたいなところもありつつの。そうですね、一番前はいらないけど前の方にはいたいみたいな感じだったのかもしれない。一番後ろだったんですけどスルッと内から入って。そうですね、前が空いたんで、はい、ラッキー、はい、ラッキーです。ここからもう児玉選手の後ろついてって、はい、まあ、内側から人に飛びつかれないようにだけ、ちょっとこの辺車間が空いちゃってるから、うん、ここもちょっとこの辺にいられれば、多分5番ももう気になっちゃってるし。そうですよね、ぴったりつきたかった、はい、外側にこの辺にいられればもうちょっと楽だった。やっぱ踏み出しのタイミングなんですか？うん、やっぱつき方が下手だったと思うので、やっぱこういうレースでこんなに間近にこう番手につくことが今までなかったから、うん、マークの練習とかもされてたんですか、うん、それまで。そうです、男子の選手の後ろにつかせてもらって普段練習してたんですけど、やっぱその追走とか の、うん、大切さっていうのが、はい、そこまでちゃんと言われてるのに分かってなかった部分があったんで、うん、実際走ってみたらっていう。そうですね、やっぱり普段の練習で出ちゃってることが、うん、やっぱレースで出てたんで、うん、もっと真剣に練習の時にやっぱりいろんなことを意識しながらやらなきゃいけないのかなと思います。超えてってっていう感じです。そうですね、まあ、でもこれで5人も絡まれて、あと7にもちょっと、うん、ここから内から来られちゃってるんで、これがなければもうちょっと楽につけれたのかなと思うんで。これ1コーナー？そうですね、1コーナー過ぎぐらいで前取った田中選手です、うん、田中選手もやっぱもう一社で行かせたいと思ったと思うので。そうですよね、これきついですよね。泳がなければうまくシャーっていけたと思う。一緒に乗ってって、はい、ちょっとこう開いちゃうとやっぱすごいですか？まあでも開いたら前追いかけるだけなんで、うんうんうん、あと前抜ければいいと思うんですけど、まあでもぴったりついてたら多分風も受けないし、うん、もっと楽だったと思う。この辺はもう抜きに行くぞっていう。はい、抜きに行きたいと思ったんですけど、はい、もうでもちょっと手前からもう踏み直したんですよね。私が多分葵ちゃんも見えたと思うんで、後ろ見ながら、はい、ずっとこうやって踏んでたんで、見てるじゃないですか。もう一回踏み直して。ああ、そうだったんですね。はい。はい、余裕がありますよね、やっぱり。同期、うん、どうでした？こういう風にこうレースの中でマークしていくっていうのは、まあ、初めてだったんで、まあ、映像とかで見たりとかタイム見て、うん、いいタイム出してるなとかっていうのは思ってたんですけど、実際肌で一緒にレースして感じてみて。分かったことがいっぱいあるんで、どうぞ正式に後ろについておきます。強いと思います。うん、強かったです。でもなんかその前の時の取材の時から尾崎選手の写真見るたびにすごいいい顔されてると思ってずっと見てたんですよ。前見とかその時の取材の写真がすごいいいなと思って、だからいい気持ちとか状態で挑んだのかなっていう。そう、まあ、なんか今までの大きいレースはなんかこう参加してるだけっていうか、うん、周りに飲まれちゃってる感じがあったんですけど、もう今回はもう結構何回も走らせてもらってるし、うん、そろそろやっぱり自分のタイトルが欲しいと思ったので、うんうん、周りにそんなに気を使わずに自分のいつも通りの自然体で自分のやることだけに集中して、で結構神奈川の選手とかが仕事とか
もうここまででいいよとか言ってくれて、お疲れ様でした。レースに集中するような環境を作ってくれたとか、自転車取りに行ったりとか、その手伝いとかを、なんかマイレース自転車取りがあったんですけど、ずっと行ってたら、あの途中からここまででいいから、あとは集中してとか言ってくれたり、まあ、そういうなんか気遣いもあって、はいはいはい、自分のことに集中できるようになったっていうのもすごい大きい。そうだったんですね、うん、優しかったですめっちゃ皆さんが、普段怖いのに普段も優しいですね優しい、でも優しさがありました、すごく。いや嬉しいですよね。いやもうすごい嬉しかったんで、仲間その分もちゃんと自分がもう最後だったんで、うん、3日目の仲間いいレースして残ってくれた人に、あの残ってよかったなと思ってもらえるようにやっぱみんな疲れたと思うんですけど、あそうですね、はい、まあ、でも最後まで残ってくれて、そうかそうか、はい、頑張りたいっていうのがありました。いいですね。じゃあもうすごくいい、なんかいろいろこう得たものが、そうですね、今までのコレクションに比べると、うん、あの自分がこれから何をしなきゃいけないのかとか、練習でどんなことを意識して、やっぱ今までちょっと漠然としてたんですけど、こうやって男子の中で練習させてもらってる意味とか、あのプラスになることっていうのがもっと分かる開催だったので、これからの練習にあのどんどん活かせそうだなと思いました。いいですね師匠がじっと黙ってどうでした、ご覧になるの普段通り、いいことあるんですか？普段通り、あ、今までいつも飲まれてるんで、やっぱ離れしてきたんじゃないですか？あ、緊張しいですか？緊張っていうか、緊張しいですか？すぐ飲まれちゃって、目が点々ってなっちゃう。目が点々なってないです。なんか多分自分のやることとかっていうのがシンプルにこう明確になってれば、多分そのことだけに集中できるんですけど、まあ、そういうのをもう少しこう、あのこういうレースの時にそうやって自分のこうやるべきことっていうのにフォーカスして集中できればいいレースができるのかなと思います。やっぱどうしようどうしようって、まあ、展開もどうなるかわからないですもんね、そういう中で。なんかいろんなこと考えなきゃいけないと思うんですけど、それで考えすぎちゃって、あそうですよね、はい、なんか自分がじゃあ最終的に何をしなきゃいけないのかっていうのが分かんなくなっちゃうことが多かったんですけど、まずは自分が何をするかっていうのをちゃんと、やっぱり普段の開催とこういうコレクションとか大きなレースだと全然組み立てとか考える感じが違うんですか？まあみんなやっぱりレベルが高いし、あの足がある選手たちばっかりだから、やっぱりこういうレースっていうのは普段の開催とは違うんですけど、でもやっぱ普段の開催から同じようなあの考え方とか気持ちの持ち方をしとけば、やっぱこういうレースでもしっかり普段通りの力を出せるのかな。だから児玉さんとかやっぱ普段のレースもこういう大きいレースもやっぱやるべきことっていうのは一緒だと思うんで、だから自信を持って多分仕掛けられると思う。自分もそういう風にもっと普段の開催からしっかり意識を高く持っていきたいと思います。その前の函館はどう思ってますか？函館はやっぱ次のコレクションだったん で、はい、で最近ちょっと選考の数が減ってたんで、バック数とかも減ってたから、はいはいはい、ちょっと選考しっかりしてバック取る競争をして行きたいなと思って、函館はもう予選は2走しっかり先行ございますしたんですけど、まあでもやっぱ2走あの予選でやっぱり勝ちきれなかったんで、ちょっとその辺は先行した時にまだ力不足なんですけど、私も絶対あ細木さんはコレクションでかけるつもりなんだと思ってきっとそうだと思ってたんですけど、まあでもチャンスがあれば自分で行こうと思ってたんですよ。たまたまレースの中であの位置が取れたっていう、取れたんで、もうちょっと違う場所だったら、うん、まあ、自分でかけようと思ってたんですけど、かっこよかった、ありがとうございます。はい、頑張ってください。ありがとうございます。
なんで前がファってドキドキちょっと開きました、出てくれたんです、はい、なんか詰まったじゃん、外来たって言ったんでしょ、違う、無意識やっぱ高いやん、勝負かけてる、まあ、週1回